今日もエンジョイ、今日もジョイフル。今日もエンジョイ、今日もジョイフル。この番組は琉球大学モダンジャズオーケストラによるモジョイズムの普及を目的とした宗教チックはちゃめちゃエンターテインメント番組です。じゃあ今日のパーソナリティの自己紹介から、まずと私からとパ、メインパーソナリティはやったことないですが、今日はい、頑張りますと、モジョでトランペットとベースやってます、東若菜です。よろしくお願いします。じゃあ次。はい。山里正君です。モジョでピアノを弾いています。人数が少ないので、今日は頑張って喋ろうと思います。よろしくお願いします。あ、じゃあ。じゃあ、この番組では、すみません、もう一人。今来ました。今来ました。はい。自己紹介お願いします。皆さん、こんにちは。冷水です。ミキサーを担当します。今日は途中でバスが来ないという交通的なアクシデントがあって走ってきました。はい。というわけでね、この3人で今日はあの本当にメンバーが少ないというわけで、はい、3人ですね。3人ですね。史上最本当に最小ですね。ちょっとこの前週の賑やかさがどこやらって感じですよね。そうなんですよ。本当にガランとしてて今。ありがとうございます。応援してくれました今。外の方が。追加の方ですよね。そうですね、はい。はい。ありがとうございます。何さんだ。まあ後で。はい。はい、この番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは 761@fmkoza.jp、 ファックスは 098-934-8653。 また FM コザではユーストリームで映像と音声を配信しています。 FM コザのホームページから見ることができますので、そちらもお楽しみください。ツイッターも連動していますので、たくさんツイートしてください。よろしくお願いします。すごいね、なんか工事とは違った棒読みを聞いたね。棒読みあ、はいはい、というわけで、ね、この3人で今日はお送りしていきたいと思います。はい、はい、ミキサーがバリバリ喋ります。お願いします。頼みます。本当にすごくなんかいろいろと甘くなると思うんで、ご了承ください。生温かい目あ耳でお聞きいただければと思っております。はい、はい、というわけで、じゃあまず曲いきましょうか。はい、曲を、はい、曲何ですか。1曲目1曲目は、はい、とカウントベイシーでマジックフレアです。フリーじゃないですか。マジックフレアです。ですか。お願いします。おう、上のこのボタン、1,2 のボタン、はい、これを押すとユーストリーム、要はネットでも音楽を流せるから、すごい、自分たちの曲だったらもうガンガンに、うん、じゃあ夕日に赤いカバーの曲とかいいんじゃないですか。あ、ね、あの、はい、あ、冷水と、はいはい、あれ大丈夫、原田さんが作ってくれた、持ってきてます。あ、オッケーオッケー。なんと、はい、ちょっと東京にいながらにして僕らのサポートをしてくださってる原田さんからの九州さんでございます。ね、書き込んでください、ね。あ、ありがとう。うん、ありがとう。ありがとう。北水が持ってる。まさきに呼ぶみたいな。あ、ちょっと待ってください。あと1枚目だ。コメントも読んであげてもいいか。あ、はい、今大丈夫。というわけでね、今ツイキャスにも声入ってますよね。はい、入って。
ツイキャスで来てますね。はい、ツイキャスありがとうございます。ご声援ありがとうございます。魔女の時間だ。はい、魔女の時間です。はい、嬉しいですね。あ、いつも聞いてくださっている方です。はい、あ、そうですか。 NP、CD、2です。あ、みんな祭りとかに行ってジョイフル登ってるとか、なんか今日いろいろみんな、諸事情、なんかコーナーと糸満の野球コーナーと糸満の野球の決勝の応援行ってたりとか、これ一回途中でいろんなみんな、あの、まあ、画面が消えるだけで向こうは更新してくれれば、はい、今日は3人で頑張っていきたいと思います。応援よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、じゃあ業務連絡です。はい、ツイートキャスティングの方は、そっちで放送の更新を行うようにお願いします。そしてまさきみがなんかちょっと年を取ってるね。どうしたらそんな顔して。どういうこと、どういうこと。そこで、ライブ放送ってこれさ、普通放送枠が30分までしか取ってくれないんですよ、ツイキャスって。要は30分になると強制的に配信が終了してしまうんですね。そうすると画面上に保存するか削除するかっていうのが表示されるんで、はい、その時に削除するを押して、はい、で先ほどうちのスタッフの操作は見てました。まあ、今オレンジ色のやつあるじゃない、ライブを終了っていうやつが、あ、はい、それが配信してない場合は、はい、ライブを開始っていう緑色の表示になってると思うので、はい、そこをワンクリックして、はい、でまた配信するようにお願いします。あ、はい、で配信できてると今みたいにライブを終了というオレンジ色の表示になると思うので、はい、現在はもう配信している状態です。はい、わかりました。ありがとうございます。すみません、ちょっと、ヒヤヒヤした。ありがとう。今 CM 入ってます。はい。これの見方は知ってる？あ、大丈夫です。若菜さんがどんどんパーソナリティとして進化していく。進化してる。進化する若菜さん。嬉しい、やった。進化する若菜さん。そして初登場、まさきに。初、2回目だ。あ、違う。あれだ、2回目か。2回目だけど、うん、今日はすごい喋ってくれるんでしょう。頑張って。ヒアミズも今日いっぱい喋ってくれ。ちょっとさ、本当にオカルト話はやめて。できるだけしない方向性でお願いね。それは IQ がいるときに。約束できます？ちょっと。オカルト話ちょっと。僕に何の関係を。何を言ってんだ。もう本当にまさきみ。ああ、びっくりした。入ってるのかと思って。はい。マイクテストお願いします。ありがとうございます。ここ上げてるんだったら僕下げて。中野町の和樹さん応援してくださってる。ちょっとできるだけ声を。はい。ちょっとはい、お願いします。はい。お願いしますよ。ちょっと。はい、わかりました。はい。あ、ちょっと喋ってみてください、簡単に。あ。はい。それくらいの音量で喋ってくださいね。まさきみもどうぞ。CM は結構5秒前です。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということで今週も始まりました。今日もジョイフル、イエイイエイ。はい、今週魔女であったことは、はい、水曜日にまずストリートライブが美浜でありましたね。ありましたね。まさきみは行けなかったけど。そうですね、行きたかった。行きたかった。そう、なんかストリート美浜でやって、で、そう、その数日前に冷や水が誕生日だったから、はい、4月13日、はい、そう、それでちょっと遅れ、まあちょっと僕がその日にモジョの練習っていうか、まあモルトっていう初心者バンドがあるんですけど、 そう、そのモルトの演奏が月曜日の夜って決まってるんです。
で僕がその日ちょっと来れなくて、うん、そのちょうど月曜日が誕生日で家に早く帰ってくるようにって言われてたんで、 それで、ちょっと LINE でなんで来なかったんだよみたいなことを言われて、はい、で、ちょっとそれでもやっぱり うん、お祝いの言葉をいただけたので、うん、すごい嬉しかったなとかなんとか思ってたらですよ、ストリートドライブの時にですよ、うん、もう本当にもうみんなライブの最中にですよ、いきなりなんかハッピーバースデーのハッピーバースデートゥーユーってやつをサックスで吹き始めて、最中って曲のライブの合間、合間、うん、曲がある程度テキーラやって、そうそうテキーラやって、おーやべえやっぱりちょっと今日いいな、今日もいいなサックスかっこいいなって思って、うん、ぼーっとしてたらちょっといきなりサックスがねこうハッピーバースデートゥーユーを歌い出しめておっとおっとおっとこれはなんだと思ったらみんながこっち向いてる向いてる水鉄砲のね攻撃を、はい、いや水鉄砲って言いますけどね水で薄めたシーブリーズ入れんじゃないですよあれ目に入ってめっちゃ痛いんですよあれは本当にもうでも多分嬉しかったな本当、冷えた水だった、冷えた水だった本当そんな感じそう、うん、すっごい爽快感ねでそう服びしょびしょだからってことで、うん、T シャツ渡してその T シャツがみんなからの寄せ書きでちょっと本当粋な計らいをしてくれますよねそうそうそう、まあ、自分で濡らしといて自分で乾いたシャツを渡すってどんなマチポンプだって思わなくもないですけどあやばい、ちょっとツイキャスの方でもおめでとうという声が、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、はい、あ、はい、オープンキャンパスも昨日ありました、はい、ありました、行きたかった、はい、あでもオープンキャンパスは本当に中学生がたくさんいましたね、中学高校生です、あ間違えた間違えた、高校生だ、高校生がたくさんいましたね、はい、高校生いました、高校生です、あれは高校生です、はい、あらマイクが飛んだまあはい、まあ高校生がたくさんいて本当に素直ですね、うん、みんな、なんかだって僕があれなんですよ、歩いてたら、はい、多分誰とも分かってないんでしょうけどとりあえず挨拶しとこうみたいな、あみんなこんにちはって言ってくるんですよすごい可愛い、可愛いですよね、可愛いですよ、若々しい、はい、見てて眩しかったですね、えそんなこと言ったってまだ若いでしょ、若いですか、お若いでしょ、ちょっと何ですかこれはこれは何ですかじゃ あの10代と20代の差ですよ、はい、あ、まあ、まあ僕はまだ10代ですけどね、確かに若いですね、若い、いや若菜さんも十分若いです、ありがとうございます、何ですかこれ、なんだこれ何ですかこれ、なんだこれ、はい、なんかもうやだこの汗を走ってきたくせえなそう信じていたい、はいはい、はい、あまあそんなわけでね、はい、そのオーブンキャンパスの、うん、そうですよ、話を戻さなきゃ、オーブンキャンパスの中でも、うん、なんだっけ、そう演奏したんですよね、そうなんです、自分行けなかったんですけど学科の、はい、オープンキャンパスに行ってて、はい、どんなだったんですか、いやもうね、いやもうですね、はい、トロンボーンが一人もいなくて、あトランペットが僕とくるみだけはい、はい、まあまあ、まあ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 ちょっと僕はやらかしまして、なんか噂によるとなんか トランペットがもう面白かったって聞きました、もうやらかしまくりましたあのインザムード、はい、あのビールの CM でよく流れる、うんうんうん、ダララッタッタッタってやつなんですけど、うんうんうん、あれを吹いたつもりでした吹いたつもりがそう聞こえてたらいいな全然別の曲にもう、はい、主に僕のせいでいや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 すんごいもうこれは合ってるのかという音をドーンとバーンと、もうトランペットなんで目立つ目立つ一応メロディーラインなんで、そうですね、だからやばい、練習しなきゃな練習しなきゃな、楽しく曲を吹きたい、もうちょっとね その曲らしい曲を吹きたいですあでも音量出てるから、はい、はい、うん、おちょっとトランペット先輩から、そうそう、おすごい、自分は音量ちっちゃいから、はあ、そこ見習わないといけないって思って、ありがとうございますもう何ですかこれちょっと何なんですか、まさきみもなんか喋ってほしいんだよな、だって参加してないから分からない、あそうだね、う ごめん、そもそも何のオープンキャンパスか分からない、うん、あオープンキャンパスっていうのはさ、なんか流大を流大に高校生たちをお招きして、うん、実際にどんなところかっていうのを見てもらおうみたいな、そういうイベントだったよ、あれじゃあ、うん、流大で演奏したの、流大で演奏した、うんうん、放送大学って、うん、放送大学がどうこうとか言ってなかった、そうそう、放送大学の敷地内に放送大学っていうのがあって、はいはい、あそうなんだ、そこで、はい、演奏したらしいです、え、はい、放送大学ってない、放送大学ってあるよ、
それって何なの？なんか入学資金が必要ない大学とかで、なんかそういう放送技術、放送関係とかを学べるんじゃないかな。なんか入り口に書いてあるそういう文句とかを見てたらそんな気はするけど、でも実態がちょっと分かってないんで断言はできません。あ、じゃあ、はい、次の曲ここで一曲挟みます。はいはい、本日の、もうその時間？はい。あら。本日の2曲目はとクイン・シー・ジョーンズでソウル・ボサノバです。どうぞ。あ、ちょっと待ってください、ね、今。はい。僕本当に喋るのに集中して曲を探すのを。大丈夫ですか？これかな。はい。じゃあもう一回お願いします。とクイン・シー・ジョーンズでソウル・ボサノバです。時間気にしながら喋るなんだけど、ちょっともうちょっとマイクのこの部分、この部分シャキッとてっぺん、この部分に声がまっすぐ当たりました。気にして喋るのは疲れる。うん、そうだよ。だからできるだけその人に意識を向けて顔を向けない感じ。音量大丈夫ですかね？音量これ見て、これで大体ここぐらい合わせてますね。で、たまにちょっとレベルが違うときあるから、そういうときはもうこれに合わせて調整していって、同じ高さにする必要ないから、ここを同じ。じゃあこれぐらいでいいですか？うん。ちょっとソウルボサノバ本当に好きです。なんだっけ、吹けって言われたような気がする。あ、僕のトランペットの大先輩に。そう、ソロをセクシーお姉さんに。あ、そうそう、なんか何でもいいから、なんかソロ、全部のソロをやってみて、なんか練習してみて、できるの何でもいいから。トランペットのっていうのを増やしてって。トランペットの中央に行きが好きなんですよ。あー、セカンド、サードぐらい。もうどうだ、高すぎるとキーンってなるんで。いや、好きっちゃ好きなんですけど、うん、そんなになんですよね。ただタクトさんほど高い音を出そうと思わないです。ああ、そう、だから今言ってたトランペットの大先輩。大先輩。セクシーお姉さん、ゆみさん。そう、セクシーお姉さんの、そう、自分、セクシーお姉さんのトランペットの音が大好きで。超かっこいいですよね。そう、それでペットやりたいなと思ったの。ああ、なるほど。そう。まさきみはなんかピアノ以外にさ、興味のある。ドラム？サックス。あ、サックスいいね。まさきみ、でもさ、最近さ、なんだっけ、コージもいろいろ吹き始めてさ、トロンボーンとかさ、バリトンサックスとか、いろいろ持って吹いてみてるんだけど、すごいなんか、バリトン持った時にかっこよかったなんですよ。でかいから。でかいからね、ほんと。でかいし。僕？いや、違うんだよね。僕が持つのとコージが持つのはちょっと違うんだよ。あ、うん、あと、すいません、若野さん。はい、18分ってありますけど、18分で終わるってことじゃないですか。18分に曲出すとスタートするってことです。あ、そういうこと。はい、どうぞ。あ、流した曲はクインシー・ジョーンズでソウル・ボサノバでした。ちょっといきなり黙らないで。すいません、僕がちょっといろいろ曲をね、こう出そうとしたり、手に合わないので、お願いしますよ。ごめんなさい。お願いします。ごめんなさい。はい。はい。さあ。はい、さあ。というわけでね、で、はい、セクション2です。はい。はい。トーク 2回戦ですよ、2回戦。そうですね。2回戦。昨日の、じゃあ、キチライブについて話しましょうかね。もちろんキチライブ行くんですよね。あ、昨日行ったの。あ、そうじゃなくて、もうちょっとキチライブもやってるんですね。あ、そうそうそう、はい、そうなんです。キチの中でも結構、はい、なんかお呼ばれされたりとかいろいろして、はい、で演奏させてもらってるんですけど、はい、昨日はなんかパーティー、舞踏会に。舞踏会、舞踏会、舞踏会、はい、違うそんな血で血を洗うようなそんなことはしてないはずなんかそう信じる。はい、ちょっと変わった舞踏会で。はあ、変わった舞踏会とはまた気になるな。ちょっとなんか、うーん、ん、公に話していいのかわからないので、ちょっと詳しくは言わないですけど。なるほど、ちょっとね
なんか、ね、めっちゃシュールで違い保険謎すぎる別国よ別国別の国やあそこはそう なんだよその顔やまさきのその顔なんなのちょっとさ住所カリフォルニアバイタル変顔やんないやめてくれよちょっとそう住所カリフォルニアだから、ね、あっちはほらそうだよ沖縄にあってカリフォルニアなんだよ何ちょっとワクワクしてんだよなんか喋れあでそうそのパーティーって喋って昨日のそのパーティーがちょっとめっちゃシュールでシュール謎すぎるパーティーで、はあ、でしてでなんかそこなんか最初ちょっと厳かな感じではいはいはい、はい、でそのモジョの演奏が最初らへんだったんですよなるほどでそのめっちゃ最初厳かでみんな食べるのに集中したりとかしてたので、はい、なんかモジョが演奏してても全然盛り上がらあんま盛り上がらなかったんですよ あまり聞いてくれはしなかったんですか なんか聞いてくれてはいるんですけど、はいはい、なんかいつものなんかストリートとかとは全然真逆であちょっと判定が違う感じですか、はい、あ本当になんかパーティーのそういうの曲みたいな感じなんかもう本当に厳かで厳かってなんだなんか厳かこれはもう行ってみて確かめるしかないそうですね、はい、僕はまだ1年次でまだ基地ライブには参加していないのでいつかもし来年もこのパーティーにお呼ばれがあったら、はい、経験できると思うんですけど、はい、なんかそう盛り上がらなくてはいはい、なんかそういうことはないじゃないですかライブやっててそうですねストリートライブは結構、はい、ああなんだろ こう自分たちからこう手を打ってリズムを取ったりなんだったりしたら踊ってくれたりとかそうですよね乗ってくれますよね、うん、けどなんかもうすごい新鮮なまずパーティー自体がもうなんかすごい変わったパーティーだったのでもう昨日はみんななんだこれみたいなあちょっと戸惑ってたんですか新たなステージにそう厳かなのに変わっていたというなんか儀式みたいな余興みたいなのがすごいもう変わってて本当シュールでなるほど、はい、詳しく言ってくれませんか詳しくは言えないんだな言えないんだなもう詳しくが気になる僕らはもうこれは行くしかないあそうね、そっかそうかそうだよ行くしかないこれは、うん、行くしかないんだそしてあのモジョのライブが気になる皆さんはもうモジョのライブを見に来てくださるしかないストリートライブをぜひぜひぜひそうなんです、はい、でもなんか帰りも昨日トラブルがありましてトラブルとは、うん、またあまあそれもちょっとはいはいあちょっとまたですか言えないですけどこれ秘密が多いななんかドキドキしちゃうぞお兄さんそうなんです昨日はまあ1年生昨日出た1年生はみんな初めてのキチライブはいキチライブってことで、はい、だったんですけどなんかキチライブに対して、はい、なんか、はいこんな変わったイメージ持っちゃったんじゃないかなみたいな結構それだけ特殊だったってことですね、はい、もうそんだけもうなんかもうさっきからすっごいふわふわした話をしてるもう実態がつかめない普段のキチライブはこのショッピングモールとか、はい、あとショッピングモールショッピングモールショッピングモールキチ内の大きいショッピングモールの中で演奏したりとかなんか盛り上がりそうだねパーティーで演奏したりとか、はい、すごい盛り上がるんですよはい、はい、1年生はい、はい本当は盛り上がるんですよ盛り上がるんですってキチライブ盛り上がるんですってラジオ楽しいですもうちょい1年生すごいあの範囲を狭めすぎじゃないですかもうちょっと聞いてくださってる皆様方がこう、はい、こうねするような楽しいので、はいはい、ストリートライブもね時々そ三浜でやるので、はい、ぜひツイッターとかフェイスブックとかでもやってるのでね、はい、情報を確認して来ていただければはいもう僕は多分前列で踊ってるでっかい黒いやつがいたら僕ですそうだねでっかい黒いやつってゴキブリみたいだな途中までトランペット吹いてるのに途中から楽器置いて置いて踊るそっちに専念するっていう、うん、変なことしだすやつもう次は空手着があるんで空手着を着てそうだ、ね、これもモジョのコスチュームっていうかライブの時の制服が白服なんですよ上下白上下 白、ね、基本白なんですよね、うん、で僕ちょっと空手部員だったこともあって空手道着を持ってるんですよ空手道着って白いじゃないですか大体、うんうん、あれこれモジョのコスチューム足りえるんじゃないかなと
思いまして、うん、これはもう着るしかないだろういつかと、うん、はい思っております。はあ、えもうまさきみ着る、え着る、空手着、空手着着ちゃう、まさきみ、いや空手着着てピアノ弾いちゃう、ドラム叩いちゃう、カホン叩いちゃう、おかしいよね、おかしいおかしいおかしいかな、ミスマッチ感ね、いやそれが面白いんでしょうよ。そうだね、もうちょっと何でもありだからね。あだからほらミキさんにバク転バク宙バク宙はあの習得してライブで披露しちゃいなよって言われ、今ロンダートで精一杯なのに。そうだね、ロンダートもう何でもいいよもう一応今あの側転もどきはできるんですよそれでもだいぶ華やか華やか、よっしゃ来た来たよこれ、うん、もうロンダートを習得するしかない。そして側転を本物の側転へと昇華させる、うん、顔と名前をすぐ覚えてもらえるよ。あーうーん微妙そこは微妙な、それを恐れるか恐れないか。あなるほどなるほどなるほど、よっしゃ冷や水恐れないぞてかもうラジオで冷や水言ってる時点でもうこの特徴的からな、特徴的な名前からしてね、もうそうですね声がイケメンな、あちょっと嬉しいことを、なんださっきから何ですか、見た目もイケメンなやだやだちょっとこれ何ですか、褒め殺しのコーナーですけど、ね、勘弁してくださいお願いします。はい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 、まあ、あそうですね、はい、しゃべれない、しゃべれない、まさきみしゃべろうよじゃあさ、わかったわかったわかった、まさきみもしゃべれる話題にしよう。あ待って、まあ、そろそろ曲の、そんなまだ時間ですね、ちょっとちょっと、まさきみという感じのモジョの1週間でした。はいそれでは、はい、本日の3曲目とサミーネスティコでスイッチインタイムです、どうぞ。やべ、オフトボックスつけっぱなしだったああ、やばいやばいですよ、何がやばいかっていうと、こう、はーって一息つくじゃないですか、うん、ミキサーから目を離して、正面に顔を向けるでしょ、うん、人が二人しかいない人がいない人が、やだ、人がいない、人がいないわ、もうごめんな、ちょっとごめんな、実質一人、一人、そんなことはない、そんなことはない。いやもう次はまさきみも喋れるわ。もう今考えようぜ。そうだね。今考えようぜ。あ、次心理テスト。心理テストが、うん、あ、ちょっと待って、心理テストね、僕さ、今日バタバタしてて調べてないか、今調べてる。はい。うん。やめず。何？じゃあ待って、若菜も調べていい？え、お、ちょっと今回、あれ？でも若菜さんの心理テストってなんかそれっぽくないですか？あ、本当に？それっぽくないですか？え、そんなことない？オカルト心理テストみたいな。心理テスト。怖いな。心理テストオカルト。知ってるでしょ、やめなさい。そうじゃん。まあまあ、まあまあ、まあ、信じるか信じないかあるかもしれない。ツイキャス来てます、はい、コメント。中野町の和樹さんが、はい、3人それぞれのおすすめのジャズナンバーありますか？ジャズナンバー曲ってことですね、きっと。うん、僕ね、僕はまだ入ったばかりなのであんまり詳しくは知らないんですけど、今から勉強します。そうですね、今でも最近まで聴いたやつではスイングシフトとか、うんうん、ソウルボサノバとか、ああと、まあ、にぎやかなの気も好きです、セプテンバーも好きだし、うん、でもあれはジャズって言っていいんですか？あれはジャズ、ジャズですか？多分おお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 おライブを開始。ありがとう。はい。あ、でこれでメッセージなんで適当にですが、そのまま送信でいいです。はい。なんか言葉を書きたいものなんです。あ、はい。というわけで今再開しました。はい、で、はい、さっきの中野町の和樹さんからの質問で、おすすめのジャズナンバーということなんですが、うん、ありますか？まさきみなんかある？あります。は、何だい？ジャズ、何でもいいんですかね、うん、ク
クオシモードっていうバンドのクオシモード、多分読みはクオシモードのザーマンフロームネグプルって曲。ザーマンフロームザマンフロームザマンフロームネグプルネグプル、ちょっとふわっとしてるな。あとでもまさきにマジックフレア、マジックフリー、あ、なんて読むんだろう、なんだろうね、聞いてる、フリーかと思ってた。フリーじゃない、マジックフリーなんかフレアなんかわかんない。とりあえずマジックフレアと、あとはあれ、マック・ザ・ナイフも好きじゃない。マック・ザ・ナイフ、あ、好きっていうか、あの映画があれ、若菜さんはありますか。自分は、そうですね、なんか自分もそんなに詳しくないんですけど、やっぱ明るい曲も好きだし、スイングシフトとか、あと今年の山野のでやったシックスティーンメンスイニングとか。あ、始まります。はい、というわけでね、はい、スイッチンタイムでした。はい、はい、よいしょ。じゃあちょっと僕はミキサーなので曲をね、こう維持、ミキサーを維持して流しますが、うん、はい、じゃああれ、ちょっと同じ曲だな、コーナー、いっちゃいますか。いっちゃいましょうか。はい、それでは今週も心理テストの時間です。冷、はい、水どうぞ。はい、今日出ずっぱりの天の声こと冷水です。はい、はい、いや、まあ僕ね、本当に天の声ってはずだったんで、もうすんごい喋ってる今日。いや、喋るの楽しいよ、喋るの楽しいよ、はい、はい、おしゃべり楽しいね。というわけで本日の心理テストです。はい、今回は金銭感覚のズレ、金遣いの荒さについてですね、はい、を心理テストしたいと思います。リスナーの皆さんも一緒にやってみてくださいね。回答も全部答えますので、はい、はい、というわけで、あなたの今目の前には夕食が並んでいます。ご飯、味噌汁、おかず、漬物、そして小鉢、いろんな料理がバランスよく出されています。さて、ここであなたはまず最初に何から食べますか。5つのうちから選んでください。1番ご飯、2番味噌汁、3番おかず、4番漬物、5番小鉢。さあ、どれから食べますか。漬物。渋い。渋いね。そうですね、はい、自分は、はい、漬物すごい好きなの で、 なるほど。で、好きなものを自分最後に食べるタイプなので、漬物は最後なんですよ。はいはい、で、最初に食べるものがおかずが何かにもよるんですけど。なるほど。あ、でもおかず、ま、おかずと小鉢ってどう違うんですかね。おかずは多分メインディッシュってことだから、結構がっつりしたものじゃないですかね。なんか、じゃあ、はい、小鉢から。小鉢から。はあ。僕はまず味噌汁ですかね。はあ。はい。というわけでやってみましょう。まず順番に答えていこうと思います。はい。はい、1番のご飯を選んだあなた。ちょっとトロヒカタイプです。ご飯って味も分かっているじゃないですか。それにいつも食べているもの、うん、それを一番最初に選ぶっていうことは、あなたが心が安心する心の拠り所を求めているという証拠なのです。なので、うん、あれもこれもとお金を使うことはありませんが、自分の趣味だったり何かにハマってしまうと冷静な判断ができなくなってしまい、どんどん使ってしまうという危険があります。うん、というわけで総合的に判断するとちょっと浪費家タイプと言えるでしょう。これが1番ご飯のタイプです。うん、続いて2番味噌汁、あ、僕ですね、うん、僕と同じ味噌汁を選んだあなたはしっかり計画タイプ。初めに味噌汁を飲むということは、あなたは体に食事が始めるよと合図を送ってるんですね。ちゃんと自分の体に合図を送ってから食事を始める、まさに計画性のある行動ですよね。うん、それは金銭的なこともそうで、しっかりと収入と支出を考えるタイプ。家族に一人はいてほしい、そんな頼りがいのある金銭感覚を持った人であるでしょう。これはどうなのかな。ちょっとそうなのかなって感じだな、まだ。はい、3番おかず、まあ、メインディッシュですね、はい、がっつりしたものを選んだ、おかずを選んだあなたは危険信号、超浪費家タイプ、かっこ笑い、食欲をコントロールできず、まずおかずを食べてしまうあなた。それはお金の面でもそうです。物欲をコントロールできないというケースが多い。そして結局貯金がゼロ、ギリギリの生活を強いられてしまうことでしょう。
対処法としては1ヶ月我慢すること。これであなたが欲しい商品が必要なものかそうでないかが判断できます。今欲しいと思うのはあなたの脳のドーパミンが原因。その欲求から時間を置いて考えることで浪費家の癖を一気に改善されるでしょうということです。うん、うん、さあ漬物来てましたよ4番。若菜さんは、若菜さんは何でしたっけ。自分小鉢です。小鉢、あ、じゃあまだまだか、まさきみだ、はい、渋いあなた、4番の漬物を選んだあなた、一癖あるドケチタイプドケチときたドケチときたな。ドケチなの。いや別に。そうドケチ。あでもほら、うん、あれじゃん、まだ自分でそこまで稼いだりしてるわけじゃないから。あなるほど、そういうのもあるのかな。うん、まあ、そう説明を読みます。4番の漬物を選んだあなた、1番の脇役から食べるということは欲望をお金に使うことに罪悪感をどこか持っている証拠。当たってる当たってるさっき今言った通りだよねこれね。はい続けます。はい、どこだ。お金とは一生懸命働いてもらうもの、だから私利私欲には使えないとお金を使うことに不安を感じているタイプです。金銭面での苦労はしなさそうですが、これもこれで問題ありそうですよね。ずっとお金に縛られてしまい生活するので疲れてしまいがち。お金を生み出すことを重視して生活をすれば、あなたのお金を使うことへの罪の意識も薄らぐはず。ケチって思われると人間関係で損をするので注意です。おう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 、まあまあね、いろんな生み出し方がありますよ。はい次、小鉢、はい、5番のあなた、はい、5番の小鉢を選んだあなたたちはちょっとケチタイプ。あちょっとケチなんですね。なるほど、まず最初におかずでもなく、おかずでもなく漬物でもない一品を選ぶあなた。そんなあなたは周囲に細かい気割りができる人。おっと、衝動買いもせずに下調べをして納得してから買ったり、ネットで調べて安い方法で買ったりと無駄遣いをしないように徹底したお金の使い方をしています。ただそれが周囲の人から見ればちょっとケチに見えてしまうかも。あんまり安く買った自慢はせず、周囲に合わせておくというのが無難です。というわけで金銭感覚を知るためにこのご飯の前から一体先にどれを食べるかというテストでした。はい、どうですか。当たってました。それぞれどうでした。まさきみどうだった。どうだろう使うときは使うし、うん、そうね、うん、だって、さっきので言うとしたらまさきどっちかっていうとご飯タイプだよね。っていうか漬物とご飯一緒に食べるから。あなるほど、2つのタイプだねこれは。混合タイプだ。そういうのいいかもねどっちを食べることもあるみたいなさ。なるほど。それで言うと僕はあれだ、ご飯と味噌汁だ。そうだ、味噌汁だ。そうだよ、うん、基本それがあれば生きていけるから。当たっ、どうでした。自分、はい、なんかそんな、はい、ちゃんと調べてそんな細かくやるタイプじゃないので。あれれれれ、ちょっとこれは今回ハズレを引いたかな。ハズレを引いたかな。ハズレを引いちゃったかな。どうだろう、はい、あでも、はい、それはちょっと見習った方がいいかと思いますね私は。さっきの生活スタイルですか。はい、そういうのが全然ないので。まあケチってあれですよね、なんかあの言い方変えれば倹約家ですからね。はい、はい、本当に倹約家倹約しなきゃな倹約ってそうですね、ちょっとした手間をかけると倹約できますよね。当たってた。そんな経験ないですか。あ僕はまあそこ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 ですかね、うん、半々ですね、うん、はい。でもケチる、うん、ケチる、なんかさこう普段からお金遣いってケチったりする。まさきにそんなに使う機会がない。あへえへえへえ、あれじゃあ割と合ってるんじゃないの。さっきのそうかもね、うん、うん、そんなに使う機会がないんでしょ、うんうん、ただ一気に使う目的で稼いだりはするけど。あはあはあはあ、なるほど。っていうかあのあれですよ、今ふと思ったんだけど心理テスト全然関係なくなっちゃうんだけどこんなにお金があったら何を、あすっごいお金が今手元にあるとして、うん、何やりたい。たくさん警備員雇っていろんなとこ行きたい、うん、ちょおかしくね警備員雇ってから、あそうそうね、人件費でかかっちゃうからね。警備員大事なんだ。警備員雇うんだそうなんだ、うん、危ないとことか行ってみたい。行ってきたい。危ないとこちょっと自分安全な
感じて、うん、ああなるほどね、あのなるほど すごい小心者だな、だそんなさ危険と隣り合わせの場所に行くわけでしょ、どんだけ準備したって足りないもんですよ、うん、まあそうかもしれない、うん、若菜さん何かあります、すっごいお金があるとして、すごいお金があったら、はい、自分は、うん、すごいお金があったら、そうですね、いろんなとこ旅行行きたいですね、やっぱりなんか旅行ですかね、旅行行きたいか、はい、そんな僕も旅行です旅行行きたい、旅行行ってみたいな、そっか、自分深海に潜りたいです、お深海魚が好きなので、あの独特のフォルム、はい、あの独特の顔、あの可愛らしい、可愛らしい、気も可愛らしい、はい、あの感じすごい好き、はい、やっぱ若菜さんの趣味はそっちそっちってそんな感じなんですね、なんとなく見えてきた気がする深海行って見てみたいです、小人図鑑的な、小人図鑑知らない、あ知ってはいるけど、ちっちゃいおじさんたちがこうさ、これはちょっとあれ、うん、あれより深海魚の方が可愛いと思う、冷や水は何がしたい、うん、もうさっきもちょっとチロッと言いましたけど、あの旅行ですね、やっぱり旅行行ってまずあの美味しいもの食べたい、うん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 、美味しいもの食べたいし、いろんな景色を見たい、あーいいですね、だから景色、旅行の景色醍醐味、旅行の醍醐味ですよ、なんか最近なんか某旅行番組とか見てると本当にあのスイスの一面タンポポ畑に風車があって、うん、後ろに山アルプス山脈みたいな、いいねスイスいい、スイス、あと巨大生物見てみたい、そう、ね、ちょっと奥地に行かないといけないかな、それこそ警備員を雇わないとね、うん、ガイドさん雇おうか、うんうん、頑丈な船とか乗ってさ海で、うんうん、ドバーンみたいな、ドバーンみたいな、あとあのいろんな国の音楽も聴いてみたくない、あそうだね、あ僕ら一応ジャズサークルだけど、うん、他の曲も聴いてみたい時もあるじゃないね、うん、ボサノバとかね、ブラジル行けばボサノバ聴けるし、そうなんですか、うん、ブラジルはボサノバなんだ、覚えておこう、うん、各地で、はいはい、ね、なんか民族音楽とかも聴けたりするかもしれないし、おお音楽の面で言ったらまさきみはどこに行きたい、どうこうかな、とりあえずスペイン、うん、スペイン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 って言ったらどんなの、どんなの、なんかこの前スペイン語の授業で、うん、なんか映像で、うん、なんだろう、スペインの現地の音楽みたいな、現地の音楽、うん、でなんか気に入ったから行ってみたいなと思った、まさきみの音楽の趣味ってさ結構綺麗な曲好きだよね、そうだよ、うん、かなりすごい、だってあの聞いたこ聞きましたっけ、ミラクルペイントとか、あまさきみがよく弾く、はい、そう、うん、聞いたことある、かわいい、かわいい曲だよね、かずきさんおすすめです、はい、ミラクルペイントジャズなのかなあれは最初びっくりした、まさきみがかわいい曲弾いてるって思ってちょっとまさきみだってかわいい曲を聞きたい時だってあるんですよ、はい、あじゃあ、はいはい、次の曲流したい曲、そんなまさきみのおすすめですよね、うん、そうさっき言った曲を流します、なえミラクルペイントじゃなくてその前の何クオシモードの、ああそれね、それオッケー分かったというわけでじゃあちょっと曲のタイトルをコールしてもらってもいいかな、ヨロピク、はい、ザ・マン・フローム・ネグプル、合ってる、これが6分あるんだっけ、あの途中で切ってから強めた方がいいのかな、これはいや、あこれ何分、6分本当だ、6分だ、ちょっと長いね、これ何分くらいで、これね、流して43分で48分に終わるものとされてるから5分ぐらい時間をだからエンディングちょっと縮めれば、うん、そこまで聞けるから、うん、告知だけサクサクっとやって終わろうか、お、早い今日早いちょっとこのこなれてきた感若菜さんもパーソナリティとして進化しているように僕だってミキサーとして進化しているんですよ、やったお互いおめでとうおめでとうございますやったぜこれはちょっとやったマジでやった、あ、何したの、卵あれ、そうこれあの今スタジオの至る所に布がこうね
押しピンみたいなのが壁に止められてたりとか、うん、あの卵を入れるケースがあるじゃないですか、うん、あのケースが壁に貼られてたりとかね、うん、するんですけど、うん、あの卵を入れるケースってすごいなんか吸音性がいいそうで、音をよくするというか、あ、そうなんだ、はい、うちの僕放送サークルに入ってるんですけど、放送サークルのラジオブースの、あの収録ブースがあって、うん、ブースの裏側も壁一面にこの卵が貼ってます。そうなんだ、貼られてますよ。へー、初めて知った。使えるね、これは。じゃあすごい使えます、これは、うん、ちょっと捨てようと思ってるそこのあなた、そうだね、ごめんなさい。使える使えます、強引に使えます。そうだね、びっくり。何買っていこうかな、うん、何買っていこうかな。ハチュールでも楽器弾けるよ、やばい。あ、ちょっと、おっと、これは僕も映ってる。イエーイ、イエーイ、広い。さっきのおすすめのジャズナンバーについて、はい、あんま話せなかったんで。そうですね。そう、自分あの明るい曲も好きだけど、このなんか大人しめの曲も結構好きで、大人しめっていうか、うん、かっこいい系ですか。ナイトフライトとか、なんかかっこいいタイトルですね。ナイトフライト聞いたことある？夜の飛行機、そう、はい、なんか魔女 CD もらった、トモさんが。ああ、もらってないです、取れなくてもらってます。ああ、それに入ってる。ああ、じゃあすごいタイトル、どうしよう、今度次こそは次流そうかな。じゃあ、お、いいですね。来週、あ、もうそういうおすすめの曲をガンガン流していきましょう、ね、来週ナイトフライト流していい、はい、というわけでもう来週はもうだってこれで曲1曲決まりましたから、こちらとしてもすごくありがたい。あ、よかった。ありがとうございます。と、はい、いうわけで、次週も聴いてくだされば、ちょっとその若菜さんおすすめのナイトフライトという曲を、うん、聞けますよ。中野町の和樹さん、あの正木が言ってたミラクルペイントとか、あ、いいですね、4曲目に僕は流すって。あ、でもなんかじゃあインストルメンタルないの？あるはある、アレンジ。オスターのインストルメンタル、あ、ちょっと待って、ピアノ版みたいなやつが、あ、それでいいんじゃない、うん、だからそんな感じで流そう。いいと思う、ジャズ関係ない、ぶっちゃけ流ててもいいと思うぜ、うん、でも機械音がきついって人いるから、そう、ギャッ、あのごめんなさい、若菜さんがさっきから言おうとしてるけど、うん、4曲目は本当にジャズ関係なくていい、うん、そうそうそう、4曲目は僕らのフリーゾーンです。そうだよ、今回はジャズですけどフリーゾーン、ジャズに縛られずにね、このなんだろう、自由の翼的な何かを広げて飛び立つのですみたいな。飛び立ちます。飛び立った、飛び立つ、飛び立つ、飛び立つ、飛び立て若菜さん、飛び立ちまーす。あー、まあ、最後はエンディングなんですけど、うん、まず最初に告知してもらってもいいですか、うん、告知と、メールアドレスとこう連絡先を先に言ってもらって、うん、で最後に僕らがの感想をちょこっとずつ言って、うん、ちょっと今ね締めたいと思います。はい、はい、今日の感想言って告知して、感想から、感想からだね、感想でもまさきには深い。どうしよう、告知からした方がいいのかな、感想から言った方がいいの、告知にどんぐらい時間かかるか分かんないから、告知からお願いします。重要性は告知の方が高いんで。そうだね、はい、曲よかった。何これ、ごめんね、さっきはちょっと聞けたね。おお、聞くよ、もう聞いとけよ。あ、いや、でも途中から聞いてたんだけどさ、割と激しめで綺麗だね、かっこいい。なんか本当にさ、スペインとかブラジルとかまさきに行きそうだね。連れてけよ、一緒に行こうぜ。あ、行くときはね、行こうぜ。あ、もう CM 入らなくて大丈夫、ペルーで終わんない、行こうぜ。お前それアウトよ。お前それアウトよ、ペルーで行くな、お前それアウト、 CM 大丈夫、 CM そろそろ言えますよ。うん、あ、でも結局せっかくなんでこれ全部流し切ります。オッケー、あ、大丈夫なんだ、 CM 流さなくて。いいよ、ここにいいのか、あ、でもそろそろ終わりだ、うん、うん、ちょっと告知駆け足でお願いします、すみません。うん、OK、 感想から、かっこいいこの曲でしょ、うん、やばいだろ。待って待って、教えてもいいから、後で教えて、うん、
い、CM です。てかあの曲中学の時に弾いてかなりジャズだね。おくくるべね、何するとくる知り受け信じて就職に向けて深夜訓練するところなんだよ。すごいね、本当にすごい。やばい、なんか自分でもびっくりするぐらいスムーズで速い、うん意外と、もうどうなるかと思ったけど。よかったありがとう、もうみんなありがとう。よかった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 でよかったよ。ちょっとまさきマジでそうしようぜ、行こうぜいろんなところに怖い怖いヨハネスブルクヨハネスブルクいやいや死ぬよ、ね、行こうやめてで行こう死ぬやつ分かってるよ、あんまり死ぬやつインド行きたいよね、インド。インド行きたいね。インド、うん、インド似合いそうだね。僕ら二人とも似合いそう。ミキさんと一緒に行けばいいじゃん。行きたい。インドの変な人たちに会いたい。そうね、ミキさんね。ミキさん。ミキさん。僕らの王子の。うん。で、あの、すごいファンキー。ファンキーな。面白いですね。パッションが高い。うん。でも、うん。すごいお師匠さんだよ。あ、はい、CM 終了8秒です。はい。はい、というわけで早くも本日の、今週の今日もジョイフル終了のお時間が迫ってまいりました。はい。はい。というわけで先に告知の方をね、はい。若菜さんからお願いしたいと思います。じゃあ告知いきますね。はい、と来週の金曜日7月24日金曜日に沖縄市のミュージックタウンの近くのジグザグっていうとライブハウス、ライブハウス、ライブスタジオ、はいはい、ライブハウスかでとライブします、はい、と灼熱真夏のブラスバトルという名前のなんかかっこいいイベントをやります。で、はい、このイベントに4バンド出るんですけど、はい、その一つにモジョが出ます、はい、でモジョのが出る時間が夜の9時20分から10時夜の9時20分、はい、あちなみにこのイベントは9時から夜の9時から11時夜の11時40分までなるほど結構長く続くんですね、はい、そのうちの9時20分から10時までがモジョの時間となっております。はい、ぜひ見に来てください。はい、お願いします。お願いします。はい、続いて、まずきみ、はい、よろしく。この番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは761@fmkoza.jp、 ファックスは0989348653です。はい、というわけで、皆さんもツイキャスのみならず、このウェブメールなどをいろいろとこの僕らにコンタクトして反応を見てみてください。はい、はい、できる限り答えていきますので、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日の感想、はい、ですね。その前にちょっとツイキャス来てますね。はい、はい、中野町の和樹さんから、はい、流大ミュージカルも近々あるんだっけ。皆さん頑張ってますな。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。流大ミュージカルが8月の2日に。はい、ありますね。はい。どこでしたっけ、市民会館。沖縄市民会館ですか。はい。はい、ビッグフィッシュ。ね、モジョにも、はい、モジョでものメンバーも数名出るのでね。はい。ぜひ。自分たちも見に行くので、楽しみにしてますね。やばい、すごい。チケット取らなきゃ。はい、ということで、はい、というわけで番組終わりますよ本当に、はい、そろそろ感想いきましょう。感想をちょっと言っちゃいましょう。はい、はい、じゃあ若菜さんからどうぞ感想、はい、今日本当どうなるか分からなかったんですけどすいません3人しか、はい、出れないってことで、はい、しかも冷水遅れてくるみたいな実は遅れましたからねでもなんか結構
意外とスムーズにいけましたね。はい、よかった。いけてましたか、ね、いけてましたよ。いけてました。いけてました。すごい喋ってくれました。ありがとうございます。いえ、ありがとうございます。もう、はい、まさきみは任せっぱなしでした。もうちょっと喋ればよかったな、はい、もう大丈夫、次もあるから。そうだね、もういっそもう入れよ、 LINE のグループに。うん、あ、そんなのがあるの。あるよ。ある。あ、そうそう。あ、そうなんだ。そうそう、メインパーソナリティとかやっちゃったりして。やっちゃえよ。その方たくさん喋れるよ。なるほど。そうだよ。まあ、はい、うん、というわけで僕はね、すごい、さっき言った通り遅れもあって、うん、すごいヒヤヒヤな今日の午後を過ごしておりましたが、うん、もう本当もうびっくりしました。高速バスクを見つけた時には天の救いかと思いましたからね。本当に良かったね。嬉しかったです。間に合って。はい、間に合わなかったけど5分ぐらい、はい、いや、こうしてモジョのラジオできて本当に嬉しいです。はい、ありがとう。ありがとうございます。ありがとうございます。機会をくださった皆様方、リスナーの皆様方に今ありがとう。ありがとうございます。感謝ですね。感謝ですね。本当感謝です、はい、というわけで、締めましょう。はい、とあ、じゃあ本日のお相手は、はい、冷水光太と山里正君 と東若菜でした。それでは来週もジョイフル。おお、ギリギリ。